ロベルト・マリオ、ロバート・ファノは、イタリア系アメリカ人の計算機科学者で、マサチューセッツ工科大学の電気工学と、計算機科学の教授である。彼は主に、情報理論に関する研究、シャノン・ファノフ号の発明、ファノの不等式の導出などで知られる。また、ファノアルゴリズムを発明し、ファノメトリックを仮定した。ファノは、1917年に、 イタリアのトリノで生まれた。ファノの父は数学者のジーヌ・ファノ、兄は物理学者のウーゴ・ファノであり、いとこに物理学者のジュリオ・ラカーがいる。トリノで育ち、トリノ工科大学で工学を学んだ。1939年にベニート・ムッソリーニの下で繁ユダヤ法が制定されたためアメリカに移住した。1941年に MIT で 電気工学の学士号を取得し、同年 MIT 放射能研究所の職員となった。1947年に MIT で SCD を取得した。指導教官はアーンスト・ギルマンで論文のタイトルは t h e o r e t i c a l Limitations on the Broadband Matching of Arbitrary Impedances だった。1947年に MIT の教員となった。 1950年から1953年の間、MIT リンカーン研究所で、レーダー技術グループを率いていた。1960年代初頭に、タイムシェアリングコンピュータの開発に携わり、1963年から1968年まで、MIT のプロジェクト MAC の創設ディレクターを務めた。同プロジェクトは、MIT コンピュータ科学、 人工知能研究所に発展した。ファノは MIT 独自の計算機科学のカリキュラムを作成する手助けもした。彼は1984年に教授を引退した。2016年7月13日に98歳で亡くなった。1954年、情報理論とマイクロ波フィルタの分野における貢献で IEE フェローに選ばれた。1973年に 全米技術アカデミー、1978年に米国科学アカデミー、1958年にアメリカ芸術科学アカデミーの会員に選出された。1976年、情報理論の分野の業績でクロード・イーシャの恩賞を受賞した。情報理論における研究のほか、ファノアマイクロ波システム、電磁気学、ネットワーク理論、 工学教育についての書籍を出版した。彼の著書は以下の通りである。ありがとうございます。